中でも哀愁を帯びたギターの音色は古賀メロディーを語る上で欠かすことができません。続いては古賀正夫さんにギターの手ほどきを受けた愛弟子の方にご登場いただきます。アントニオ古賀さんです。どうぞ。どうも、ようこそおいでいただきました。アントニオさんと古賀正夫さんはそもそもどういうきっかけだったでしょう。そうですね、僕8歳の時にね、忘れもしない日比谷公会堂でね、古賀正夫賞を聴きに行きましてね、初めてギター聴いたんですよ。いや、ギターティーラーものすごくいいな、母さん僕これやりたいよって、それがきっかけなんですよ、きっかけは、はい。でもその時に先生の入門したわけじゃなくて、その時はちょっとギターのクラシックをやってましたね。そのクラシックを教えてた先生が古賀先生のところでギターを教えてらっしゃる、で僕はデビューの歌を歌いたいなと思ってから、その先生にご紹介した、正式にですよ、18かな。その前はね、もう7歳8歳の頃はね、先生のうち行ってね、ひばりちゃんが来たりね、森重先生が来るとね、遊んでましてね、そんなちっちゃい、そういう感じだったんですよ。ですが、で古賀正夫さんからアントニオ古賀というお名前を直々に、はい、つけていただいたんですね。よく聞かれるんですけどね、これはね、アントニオというのは古賀正夫先生がアルゼンチン行かれた時に大変お世話になった方で、有名なギタリストで作曲家のアントニオ・シノポリという先生がいるんですね。そのアントニオと古賀先生の古賀と両方いただいてできたのがアントニオ・古賀という名前でございます。重たい名前です。重いんです。重いんです。お弟子さんからご覧になって、はい、どんな先生だったんでしょう。一言で言ってやっぱり情けの深い先生でね、そして優しい、正しい。はい、稽古っていうか芸はきついんです。もうね、お前それでプロか、なんだそんなことってビーってやってるでしょ。でもう怖いんですよ。でも終わるとね、あんこチョコレート食べるかいっていうか、飴とムチで育てられる。それではその飴とムチで育った、はいはい、古賀メロディーのギターの魅力を聞かせて、演奏の方でお願いいたします、はい、よろしくお願いします。それでは昭和23年に発表されました近江敏郎さんの湯の町エレジーを大川栄作さんに、そして昭和41年に発表されました美空ひばりさんの悲しい酒を天童よしみさんに歌っていただきます。2曲続けてどうぞ。